次にですね、その計算機が扱うその情報ですね、このメールやデータから紹介していきますけれども、これは今のデジタル計算機では、この0と1の状態を使いますね。で、もしくは、物理的にはそれを表すもの、例えば電圧の高い低いにこう置き換えて使ったりします。で、この状態をビットと言いまして、で、これは N 個で N ビットで、それから8ビット集まると1バイトと、呼ばれております。で、このメモリ容量の単位なんですけれども、これは今のよく使われる SI 単位系というのに従って使われております。で、まあ、こちらの表にありますように、まあ、1キロバイトがですね、まあ、10の3乗バイトっていうことなんですけれども、ここではですね、2つの流儀がありまして、例えばこの1キロバイトといったときに、これは10の3乗バイトと表す流儀と、それから、それに近いですね、10の3乗に近い2のべきで、2の10乗バイトを使って表すという2つの流儀があります。で、これは必ずしもそのキロバイトとかメガバイトを統一、言われたときに統一されていないようですので、これはどちらの流儀でその表しているのかっていうのはたまに注意することが必要です。で、あと、そういうですね、曖昧さを防ぐために、その2のべきで表した単位をですね、こういう二進接頭辞と呼ばれるもので、特別に表している流儀もあります。例えば先ほどの1キロバイトは、これは2の10乗バイトを表したいときには、キビバイトというふうに、K と B の間に小文字の i を入れるんですね。で、こうすることで、これは二進数での、まあ、キロバイトの意味ですよという使い方をしているところもあります。ここまでいいでしょうか。で、次にそのメモリのその配置を、紹介したいと思います。で、メモリはですね、先ほどのその、まあ、ビット列をこう並べていくんですけれども、よくやられるやり方は、1バイトですね、8ビットをひとまとまりにして、で、これに番地を一つ割り当てまして、で、この、1バイトのまとまりをこうリニアにこう積み上げていくというようなのが、表し方がまあよく行われます。で、このようにですね、このバイトの列をこう縦に N バイトをつないで、このメモリの配置を表しています。で、そこにはメモリの位置ですね、ある特定のバイトを持ったメモリの位置がの場所を指定する必要がありますので、下から0番地1番地かというふうに N-1 番地までこう名前をつけます。で、これをメモリのアドレスと言います。で、このような形でこうメモリを配置した上で、その命令やデータを格納するということが行われています。それからあと、ワードですね、ワードという言葉もありますので、これもちょっと説明、紹介しておきましょう。まあ、ワードっていうのは、まあ、5なんですけれども、ここでいう計算機でいうワードは、CPU で一度に処理する、データ量、もしくはその単位を、表します。あとは、CPU とメモリーなどの間で、その一度にっていうのは、あるタイミングでですね、こうやり取りをするデータ量の単位を表します。で、最近ですと、まあ、このワードがですね、64ビットであるが主流になっております。これはパソコンですね。特にパソコンなどでは64ビットが主流になっておりますけれども、もっと小さな、コンピューターですね。まあ、小さい機械に組み込まれるようなコンピューターでは、もっとこのワードの値が小さくなっている場合もあります。で、これは1ワードが32ビットの場合のそのメモリの配置を表したものです。先ほどは1バイトずつこう積み上げて、ビット列を積み上げていって、このメモリの配置を表しておきましたけれども、まあ、ここではその1ワードが32ビットということをまあ、強調するということで、1段にちょうど1ワードのメモリを配置しています。まあ、こんな感じで、
その0番地、1番地、2番地、3番地の32ビットをまとめて1段目に配置し、で、以降、4番地からを2段目に配置するというような形で、で、こういうことで、まあ、1バイトは、各々の箱が1バイトを表しまして、それから各々の1段、2段が1ワードを表すというようなメモリの配置を表しています。までいいでしょうか。で、この後テキストでは、第 1.2 節での全金記法というのがありますけれども、これはまた、後で、導入したいと思います。ということで、第1回なんですけれども、今日はですね、こういったことを内容にまとめ、を中心にまとめたんですが、まずコンピューターの基本構成の紹介と、それからコンピューターの内部を紹介しまして、それからあと、メモリの配置と容量、メモリ容量の単位のことですとか、それからバイトやワードといった概念ですね、について説明をしました。で、次回、第2回では、その計算機上での数値と数式の表現について、解説していきたいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。